こんにちは、ジャパンフルーツチャンネルのあかりです。今すっごい栄養素たっぷりの食材といえばブロッコリーです。冬になると体調が崩れやすくなって感染症とかにかかりやすくなってしまうんですけど、それに対抗する力を得れるパワー食材、そう、ブロッコリーです。なぜかというと、ブロッコリーってこれ 葉の部分ではないですよね。ここに葉がついてるので。じゃあこの食べてる、いつも食べてる部分何かっていうと、ちっちゃいつぼみの部分です。いっぱいつぼみがこう集まってこのブロッコリーの形になっているので、まあ、なぜその、ね、このつぼみの部分がいいかっていうと、つぼみって花を咲かせる一歩手前の段階じゃないですか。ということは花を咲かせるためにエネルギーをしっかり貯めて、もう芽をこう出すのが一番大変なことなので、そのエネルギーがしっかりと詰まっている一番栄養価が高い状態なんです。ただこのブロッコリーさん、下ごしらえの方法が少し違うだけで得られる栄養素が半分以上も変わってきます。例えばこう、皆さんどのような調理方法をされるのか分かんないですけど、茹でる方法で調理をするとビタミン系の栄養素が 50% 以下になります。それ以外に潜在的に秘めている栄養素を入れなかったりなど、本当に調理方法一つで栄養素が大きく変わってしまうので、今回はこのブロッコリーの栄養素を一番たっぷりと得れることができる調理方法をご案内します。なぜそのように栄養素が変わるのかなど、実際に研究されている結果を提示しながら作っていきますので、ぜひ最後まで楽しんでご覧ください。それでは料理スタート。それでは調理に入る前に、美味しいブロッコリーの見分け方をお伝えします。一番わかりやすいのは、紫色がかっているブロッコリーを選ぶということです。この紫色の部分はポリフェノールの一つであるアントシアニンが含まれている証で、栄養、味ともにすごく良くなっております。逆に黄色っぽいものは選ばないでください。収穫して時間が経っている証拠で、ブロッコリーのつぼみから花が咲いてしまっている状態になっておりますので、なるべくこの黄色くなっているものは選ばないでください。まずはじめにブロッコリーを洗います。ブロッコリーの芽の部分は虫だったり土などがつきやすいので、しっかりとボウルに水をためて洗い流します。ボウルに水を張ってブロッコリーを丸ごと入れます。茎の部分を持ってフリフリとすると汚れが取りやすいので、このようにしてみてください。それではブロッコリーを切っていきます。まずはじめにこの太い茎を切り落とします。続いてこのね、茎のようなものに沿って切り込みを入れて少しずつ切っていきます。この時にポイントとして、緑色のふさふさの部分に包丁は入れないことです。そこに包丁を入れてしまうと、このね、せっかく栄養成分がたっぷりのこのつぼみの部分を落としてしまうことになるので、茎の部分に切り込みを入れて手でちぎるというふうにやってみてください。こうするとこう緑色のね、つぼみの部分が取れなくて済みます。今回ブロッコリーは電子レンジで蒸し焼きにしていきます。茹でる場合と蒸し焼きにする場合によって栄養素が大きく異なってきます。まず茹でる場合、茹でた場合はビタミンなどが多く水に流れ出てしまいます。水溶性ビタミンが主に流れてしまうものなんですけど、ビタミン C、ビタミン B1、ビタミン2、漏れなく半分ぐらいに減ってしまいます。
逆に、まあ、フライパンや鍋などで蒸し焼きだったり、まあ、電子レンジで加熱した場合はこれらの栄養素が 90% ほどで得ることができます。なので美味しく栄養素たっぷりで召し上がられたいときはぜひ蒸し焼きか電子レンジでの調理をおすすめします。それではブロッコリーの栄養素について詳しく解説をしていきます。まずブロッコリーの中に多く含まれているのはビタミン C です。ビタミン C は別名抗酸化ビタミンとも呼ばれ、病気に対する抵抗力を高めたり日焼けを防ぐ作用、肉体疲労の蓄積を抑制する働きがあることが特徴です。なんと生のブロッコリー 100g にはレモン果汁7個分のビタミン C が含まれているんです。なので酸っぱいのが苦手という方はぜひブロッコリーを食べていただくと本当にたくさんのビタミン C を取り入れることができます。ビタミンは油と一緒に摂取することによって栄養素が油でコーティングされて守られて体の中に吸収されるので、ぜひブロッコリーとか緑黄色野菜などのビタミン C を多いお野菜を摂取するとき、ちょっとね油を入れて食べるといいです。続いてタンパク質です。筋肉をつけたいという方はだいたいブロッコリーと鶏ささみを食べていると思うんですが、鶏ささみに匹敵するほどタンパク質がすごく多いのが特徴です。タンパク質は筋肉や臓器など体を構成する主要な成分なので、体が強くなるというイメージがすごい分かりやすいと思います。また肌の張りや弾力を保つコラーゲンもタンパク質の一種ですので、美肌にもつながります。一般的に良質なタンパク質はお肉やお魚など動物性食品に多いんですが、植物性タンパク質にはカロリーを抑えながらタンパク質を摂ることができるメリットがあります。なのでカロリーを抑えたいけどしっかりタンパク質を摂りたいという方には特にブロッコリーはおすすめです。最後にブロッコリー独特の栄養素スルフォラファンという物質についてです。この栄養素はある調理方法をすると生成される栄養素です。まあ、どうやったら生成するかというと、ブロッコリーを傷つけるというか組織細胞を壊すことをするとどんどん生成されます。なので今回は結構小さめにブロッコリーをカットしていきます。でカットして5分ほど放置することによってグルコシノレートがスルフォラファンに変わります。このまま鍋や電子レンジで蒸すことによって体内に吸収できる状態になります。
こちらは水溶性なので茹でるとなくなってしまうのでご注意ください。ではこのスルフォラファンがどんな栄養効果を持っているかというと、すごいです。解毒作用があります。人は日常生活で結構有害な物質を取り入れながら生活しているんですよね。で、まあ、肝臓とかに主に解毒作用があるんですけど、その前に解毒してくれる、それがこのスルフォラファンです。最近の研究ではがんにも効くというふうに言われており、もう栄養効果が絶大に期待できる栄養素となっております。それではいただきます。噛めば噛むほどブロッコリーの甘みがどん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 出てきて、すっごく美味しく出来上がりました。ブロッコリーの調理方法のポイントとして、茹でると栄養素が失われてしまうので、電子レンジだったり蒸す方法だったりで調理するとブロッコリーの栄養素をたっぷりと取り入れることができます。ぜひ皆さんもこの調理方法を試してみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この他にもお芋の栄養素をしっかり取り入れる方法や一番甘く調理する方法などについても配信しております。今回の動画を気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録して次の動画も見逃さないようにしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。